はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はですね、サクスペの方がバージョン 2. なんちゃらかんちゃらにアップデートされて武田くんが、強くなりましたので、ちょっとね、野手で武田くんを使っていこうと思います。で、高校どうしようかなと悩んだんですけど、結局天空中央の期間限定ルートでやることにしました。パワコーもね、パワーアップしてないんですけど、どうしようかなと。キャラ性能を見るんだったら、なんかパワコーが一番スタンダードかなと思ったんですけど、なんかやる気が起きなくて天空中央でやっていきます。で、デッキの方はこんな感じで、まずは武田くんですね。全然使わないんで、一応見ていきましょう。得意練習はメンタルになります。で、ボーナスのテーブルの方がやる気効果75がとりあえずついてって、固有も持ってますね。精神ボーナスと得意練習率アップ、タックが90で、タックが高いやつか。で、タックが 100% で、で、固有で精神ボーナスがついて、あとはやる気効果アップがついてますということですね。で、コツの方がチャンス、粘り打ち、さよなら、逆境、意外性、代打というところになってます。代打なんて持ってんだ。で、金徳の方は、通常ね、勝負師の、金徳が不確定だったんですけれども、それに加えて伝説のさよなら男が確定で手に入るようになってます。なので、1人でうまくいけば金徳が2つ手に入る感じになったのかな。で、勝負師の方も確率は上がってるみたいです。もともとがどれくらいの確率だったのか使わないからさっぱりわかんないんだけど。で、あとですね、なぎさちゃん、ちょっと伝説のさよなら男が被ってるんですけど、甲子園優勝してヒートアップを狙いに行きます。そう、武田くんがね、イベント数が多いんで、その調整役としてなぎさちゃんを入れてきてます。で、守備上限アップの、永瀬大河を入れて、天空中央の期間限定なんでワイルド雷と、あと今回ちょっと金徳の数をね、一つ増やしたいなと思いまして、ユッキーとさっちゃんのコンボで独身術を取れればなと思ってます。ちなみに取ったことはないです。そんなに頻繁に使わないからね、この2人も。そういう感じでやっていきましょう。イベントの経験点とかがね、上がってるみたいなんで、どれくらい手に入るのかっていうのも見ながらやっていきますか。あとコツとかが来たら取っていきましょう。骸骨をね、持ってるんで自身で。で、何にもないよね。何にもなくてユッキーも出てないから、ちょっとエンジェル回収に行きますか。あ、そっか、ユッキーよくわかんないよくわかんないけど、とりあえずエンジェルとしている。で、必要なのはやっぱり技術なんだよね。ちょっとまずスミカちゃん回収しよう。スミカちゃんは回復があるから全経験点を持ってるんで、とりあえず入れておきましょう。で、武田くん、武田工務店で、コツを見よう。あ、武田くんいるね。で、虹谷と東雲もいるんで、やっときますか。じゃあ代打はまだ取れないかな。コツの数はちょい多め、狙ったコツをピンポイントでっていうのはできないんで、まずはコツをいただきたい。逆境。お、スミカちゃん、スミカちゃんはじゃあレイリーとパウルが来る前にはあげたいね。で、今回はお守りを持ってきてないんで、ここどうしようかな。クロスワードパズルでいこう。お札。ユッキーがいたら、ちょっとユッキーを上げていきたい。永瀬くんはコツを持ってないんで、ちょっとユッキーといきましょう。あの、次元ボックスでね、チョコレートがあるんで、それを持ってきてます。そう、ユッキーはなんか知んないけど、この練習後のね、イベントがいいんだよね。あ、で、女子会は結構いいイベントだった気がする。さっちゃんも少し久々なんで、女子会イベントを確認していきます。あ、モテモテになれるのか。ちょっとやろう、参加する。
どう？お、これもなんかモテモテじゃない。モテモテにならなかった。コツ。長瀬くん、雷か。雷もいいよね。ただユッキーと虹谷がいるんで、ちょっとまずはやっぱり今のうちに彼女強化。あとあれか、エンジェルレベルを上げればいいのか。いいね、経験点いいね。あと合格打法かなんか手に入ったよね。ちょっと待って、まずはエンジェルをレベル上げよう。それで評価を上げていく。10でしょ、これで20上がったでしょ。もういいんじゃないか、乗ってればいいや。じゃあちょっとコツ、え、待って待って待って、精神がない。精神を捧げてしまったからな。逆境とか精神か。44ってちょうど大打くらいだよ。で体力は残ってるんで上でいっか。ささやき破りは1だとさすがに重いからね。早く帰ろう。走塁でユッキーとさっちゃんか。で9月の4週か。スイカちゃんをどうするかだよな。今のところ3人発掘か。発掘したやつはなるべく回収しておきたいんだよね。ちょっとユッキーもう一回やろう。何回くらい続くんだっけ。4回くらいだよね。そもそも起きなかった。悲しい。矢部君と東雲かやろう。ちょっと今のうちに進められるユッキーイベントを進めていきます。かりんちゃん発掘するだけだったら意味ないからね。アフリカ土産、これは結構今パワーがあるし、ラブパワーも発動しているので、ちょっと体力削ってでも取りに行きます。さてここハートがいっぱい浮いてる。10月の2週か。ちょっとスイカちゃん自力で回収できるよね、これやれば。よしで心と体にパワーを充電、よろしくお願いします。で不運の結果、これも教えてもらおう。サブポジか、サードでいいや。結構技術くれるね。でユッキーはなしなので、10月の3週、1人エンジェル回収していくか。まあマネちゃん、まあ、40-40上がるから言っちゃえば誰でも大丈夫なんだよな。先に誰をあげるか、マネちゃんを回収しよう。で告白、あれこれなんだっけ。上でいいんだよね。ちょっと告白イベント上だよね。よし、結構積極的だな。どういう流れで俺のことが好きみたいなことを言ってきたかは分かんないけど、で武田くんもイベントを全然わかんないっす。で無の境地、これが金徳ですね。上ここは28だけか。でさっちゃん、さっちゃんって何持ってたっけ。ちょっとコツがわからない。早急競争心リベンジ、早急か。いやマネちゃんを回収します。で雷の金徳ですね。まあ最初は勝手に進んでいくと。で11月の1周になったので限定ルートが始まりましたと。まあここが来ればちょっと女の子回収をしていきますか。ゆかり様、要はこれ発掘してなくてもさ
きなり上がるからね、発掘した意味がない。まあ確実にその子が狙えるっていうのはあるけど、ここは帰らないでおこう。いない。ファウルだけか。これ特攻キャラ入れてるとどれくらい体力の消費が抑えられるんだろう。まあ、イベント数の関係でちょっとね、東雲くんは入ってないんですけど、3人。ここはレイギー 13% か。ちょっとじゃあデートしますか。ユッキーのデートもう覚えてないわ。勝手に進んでっかな。勝手に進んでった。体力は回復した。無の境地2回目。そう、これがね4回あるんですよね、金徳が。でユッキーはいるけど、スミカちゃん上げておきますか。上げられるやつはみんな上げておこう。ちょっと待って、まずはスミカちゃん、ゆかりちゃんも上げて、サイルさんも上げて、マネちゃんも上げておこう。でゆかりさまで、カリンちゃんとで7人か。これで8人目。で小筆、2人、レイディー。でビビちゃん、どんどんやる気が下がっていく。ここは3人か。さっちゃん、まあ、だったらこの3人はあげたよね。ほい、マジでやる気がない。でミサちゃん、これって体力減る系だよね。で武田くんで、この3回目のところで一番下を選ぶと、なんだか知んないけど伝説のさよなら男は掴む。で武田くんのコツありか。どんくらい？やる気がちょっとやる気効果持ってるからね。やる気がなさすぎるから全然もらえんわ。ただまあ体力減ってるし、やりますか。じゃあその前に精神がそんなに多くないね。代打取って逆境も取っちゃおう。ほい、でコツ意外性で、さっちゃんはここで金徳が分かれるので、なんだっけ、筋トレのおかげにすると一級入魂、充電タイムにすると上り竜か。どうしよっかな、上り竜にしておくか。充電タイム、ありゃ上り竜少し。あ、ホワイトクリスマスか。あ、やる気が2段階も上がった。まあありがたいはありがたい。エンジェルフラッシュは特にないんで、ミサちゃんレベル上げていきましょう。でついでに上げられる人、ここでもいけるかな。これで10人で11人、年明けくらいか集まったのは。まあまあまあ、それで騎馬元からの小さな弾を大きく飛ばせる。これは通常イベントかで、やってみるは成功失敗、やめておくは体力が回復。どうせ体力は余ってるんでやってみよう。スカスカスカ、あ、どう、お、なんか成功した。失敗したかなと思ったけど
で野球が上手くなりたい。ここはまあ普通だよね。バーディーってない。いや俺よくわかんない。いやミンゴルはちょっとやってたけど、ちょっとねミンゴル2あたりまでやってたけど、あエンジェルフラッシュができる。そんなに詳しくないんで。バーディーはバーディーはマイナス1だっけ。多分そんな感じだと思います。いやミンゴルの VR が出たよね。ちょっと興味はあるけど、ミンゴル自体は確かに面白かったからね。俺はちょっとセンスがないからその続けてないんだけど、ここはまあさすがにフラッシュでしょう。これでユッキーちゃんが発動してくれれば、広角打法欲しいよね。おお掴んだ。そしてやる気も完全に元に戻った。で武田くんのメンタルか。エンジェルフラッシュがあるわけではないので、ちょっとやっちゃいますか。あれ何取ったんだっけさっき武田くん。なんかコツくれたっけ。見てみよう。あ意外性だ。これはさすがに掴んでおこう。でほい、いくつくらいくれた。50くらいくれた。精神ポイント練習で雷の金徳が乾燥して、あでコンボだね。いやこれはちょっと独身術欲しいよね。どれだ、協力するの方か。上どう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 、おおおお逃げたダメだったエンジェルフラッシュは起きないで、ユッキーちゃんがいるのか、でコツがあるのか、どうしようかな。3人か、監督強化1回上げとく意味でもやっておくか。エンジェルを揃えちゃおう。これで12人だよね。チユ、チユちゃんもね回復があるからね。窮地で不運の結果、あそうかこれか、下にしとこう。三塁手の守備ができるようになった。安打製造機のことを少し掴んだ。回復はできるか、まあ、デートは進んでるわけじゃないからな。でもハートも放出しておきたいし回収しておきたいよね。やっぱりハートだよね。この方向はハート。いやだってさっきメンタルやるよりは絶対回収した方が良かったでしょ。で2月の1周、あこれか、これ体力回復できるんだよね。まあ、通常イベントですね。でこれがね福イベなんですよ。だからイベントが重いっていう。4回金徳があるくせに福イベも持っているっていうね。あこれ逆境手に入んの。あ成功するとか他の占いを、何がいいんだ。あ体力回復はこれか。成功すると体力回復するのか、失敗すると体力が減るし、偵察とかも手に入る確率があんのか。ちょっと微妙だな。何もかも忘れんのはなんかいろいろ赤くなるから、真ん中が無難なんだね。怪我しにくさ42と14、一応メンタル、雷の方のメンタルか。おエンジェルフラッシュがある。これはチョコ食おう。バレンタイン前だけどチョコ食おう。守備を上げていきますか。ちょっと先にこれをちょっと S にしとこう。でちょっと予行練習、バレンタインの予行練習。おーらいて、あれ治癒とかってあげたっけ。そういえばよくよく思ったら、これは減るやつだっけ。
ッキーのバレンタインマカデミアナッツ。おマッキー経験点結構くれるね。で治癒上げてなかったね。上げとこうっと。さてじゃあこっからはもうマジでハート回収だな。これ2人いるし結構回収できるし、ここでやるか。やっぱねハートを出しながらハートも回収していかないといけないからね。でここはちょっと回復にするか。元気になろう。からの3人、まあ、タックはあるけどハート。精神がなんか少し足りてない。技術なんか意外にあるな。なんかいつも技術不足に悩まされる気がするんだけど、ここめっちゃ回収できるね。ただうーん回復しながら、でもラブパワー中だからな。やろう、ここにしよう。ハートの回収、やっぱり減りは全然違う気がする。いると特攻キャラが当初とかなんかマジできつかったもん。でここ2回目、これも大して変わんない。他の占いとかね、ちょっとやってみる。体力減るかもしんないけど、お上がった。まあまあまあ体力回復してこれだけ経験点もらえて、まあやる気も上がるっていう。どれだけ成功するかは例によってよくわかんないけど。で雷のあれか、ここめっちゃ回収できんな。ちょっと回収しよう。回収か。うお減る。でメンタル3人いるね。4人はないから、まあ、ちょうどいいところにいましたと。筋力が余ってしまっているんでパワーを上げていきます。まあミッド少し上げてきますか。で守備力102にしとこう。で回復をしながら回収。でユッキーはもう1回デートしてあるから、まあ、エンジェル要員が終わったらまとめてデートするとして、で無の境地、これはなんか打った。よしホームラン。すげえ体力減ったすげえ体力減ったけど、経験点自体は100くらいもらってチャンスこと3でつかめるんだ。かつ勝負師も3でつかみましたと。うんここはもうちょっと雷のコストとか少し回収しときたいんだよな。デートしちゃおう。回復できるのかなユッキー。あと空デートがあるのかどうかっていうのがちょっと分かんない。評価下がるんだっけ。悲しいな。3人ハートを放出していきますか。おお減る。メンタルでやっぱり回収したいよね。でここは特に回復とかはないんで勝手に進んでいくやつだから。ここちょっと回復だよな。エンジェルフラッシュがあるわけじゃないん であんまりハートを回収しすぎると回復量より体力が減る量の方が多くなったりするからね。お疲れ。よし体力回復。もうとにかくここはね体力の管理が重要だからね。よしかなり戻した。1人か2人か2人か一気やろう。この先のユッキーのイベントってどうなんだろう。追加普通か。 OKOKOK。 でメンタル武田くん3人、まあ、3人だったらいいでしょう。ここにしましょう。でチャンスを5にするかどうかだよね。重っ。ちょっと取ってみよう。100使うのか。3でも100使うのか。まあじゃあちょっと伝説のさよなら男がどうなんだ。あんた製造機アベレージヒッター取れねえかんな。重戦車はまとっておきますか。うーんさよなら男あってもなくてもどっちでも良さそうだね。
もう一回コップがつかめるからね、渚ちゃんで。さよなら男、これはじゃあもう取っちゃいましょう。伝説のさよなら男は取らないよ、当たり前だけど。で4月エンジェルフラッシュ、もし金徳も回収しよう。そういえば金徳って何があるんだっけ、なんか伝説の引っ張り屋とか前出たよね。金徳を把握してないかな。ここいっぱい回収できるな。でもなんかいっぱい回収できるときってなんか人がいないよね。金徳に振り回されるのも嫌なんで、ちょっと先にやっちゃいます。あ、結構減る。火事場のバカ力、おお逆境掴んだよ。ちょうどここは回復しながらいきますか。じゃあポイント、スカウトさんの評価も上がったな。でここは一旦出ていくとどうなる。光ちゃんの評価いいやつになるんだよね確か。でこれ回復してくれるんだよね、なんか知んないけど理由はよくわからん。3人でこう、もう1回くらいエンジェルフラッシュが来てほしいけど、うおーこれは体力を削られる。メンタルなんもねー。 14% か。やろう、これはちょっと強行します。怪我しにくさってそうやって取んなかったっけ。コツね、取ってある、これちょっと覚えよう。 14% は何パーセントになるの。 10%、 4% 減るのか。雷パワーヒッター回収したいよね。死んでしまう、マジで体力がなくなった。チャンス潰しといてもよかったな今思えば。これ 99% もう6月だしね。どうする、やるべき。メンタルに3回来るかどうかだよね。ちょっとユッキーもいるし、これ放出だけしとこう。コキってなった、コキってやる価値があったのかどうかはちょっとわかんねえ。勝った5だからね。これパーセンテージが多い方がさ、ゲー全然ハートがないんだけど、どこまで戻せるか。もう2回だって練習できるけど、これどうしようかな。射的でいく、おいダメかー。でもちろんここは優勝する。でさよなら男、少しよし、ちょっと回収できるね。経験点また使っていきましょう。肩12345、大したあれじゃないか、大した被害ではなかったね。もともと肩上げてなかったから。ちょっと一旦オール C を目指して基礎能力を上げていきます。まあ、外野手だからね、ちょっと全部の能力は上げておきたいんだよね。印象が足りてない。でこっからメンタルで復習して、もう一回メンタルになっちゃうかな。体力量的に 8% か。 8% は 13%、 まあここでいきますか。これで回収タイムは終わりですね。であとはデートタイム、1回余裕があるのか。で筋力さっちゃん、ユッキーはデートで多分持ってけるよね。まこれだっていうものじゃない限りはデートしていきますか。コツが来たらちょっとコツを取っていきましょう。雷パワーヒターな、欲しいんだよね。げこいつそういえば守備コツもらえたんだ、忘れてた、マジで忘れてた。結構もったいなかったな。コツ2って要はどれくらい軽減されるんだろうね。 4% でしょ多分。まあしょうがない、もう取ってしまったものはしょうがない。パワー B にしよう。ミート上げて、あとちょっとあれだよね、
金徳に割かなきゃいけないんで、少し経験点を残しつつ取れるものを取ろう。勝ち場伝説のさよなら男はじゃあ取ろう。軽いなこれ、3で掴めるとめっちゃ軽いね。伝説のさよなら男自体はだとこれか、アベレージヒッター。東雲くんとかがいればね、コツが取れたかもしれないけど、まあ武田くんもね体力は削ってくるね最後で。ね、メンタル雷か、チャンスを潰して、まあ早急だったとしても、まああったらあったで、っていうかチャンスはもうあれか、別に5になってんのか。早急直取りはさすがに無理。ちょっと一回やろう、一回余裕があるんで。コツは欲しい、練習でも、あとはデートしなきゃいけないんで、ちょっと練習には目もくれずいきましょう。あれ、これは何、4回目のデートだよね。4回目のデート、逆境とかもらえるんだ。連打のコツがもらえるのは下にしよう。すっげえ、めちゃくちゃやる気が上がった。そして結構評価も上がったね。だ、技術自体はでも足りてるわけじゃないからね、そんなに。精神が盛り返してきたな。最初なんか足んないって言ってたけど、でもまあ上り竜直取りとかしなきゃいけないし、最後なんかくれるとかないよね、そのエピローグでコツを。いやでも試合経験点ボーナス高いね。まず渚ちゃんが15でしょ、あと誰持ってんの、雷。いやでも雷だって35だもん。雷45になれば、まあ試合経験点ボーナスつくけど、え、あと何、さっちゃん、さっちゃんも別にないよね。ユッキーとか別にないよね。練習経験点アップだもんね。永瀬くんとか持ってんの、あ、永瀬くんがまず持ってんのか。で、なぎさちゃん、なぎさちゃんはね PSR の45だからね、まあそれでも15つくっていう。いや試合経験点ボーナス20っていいよね、相当だよ。で、そうこれあるけど、あるけどもう目もくれずデートしましょう。で今回外野なんでね、上だとアイコンタクトが取れるんですけど、ずらして落とします。なんか全然成功しねえな、いろいろ。あ、でもそういうもんなの、掴んだ。だから甲子園に来ての練習がしょぼすぎる。スカウトさん評価、いやユッキーと練習しておく。まあ、練習経験点アップのさ、彼女持ちのやつって全然アップしないよね。守備練習一応レベル4だから、それなりに経験点もらえてもいいはずだけど、これしかもらえない。じゃあスカウトさん評価あげとこう。もうここまで来ると追加は起きないんで、じゃあ勝負師いきますか。ほい、アンダー清掃機むちゃくちゃ重いな。で代打の神様はね、やっぱりむちゃくちゃ軽い、かなり助かってるな。ささやきなんてもう取ってらんないよ。競争心取ろう。まあ、俺より打つやつがこのチームにいるかって言われたらいないんだけどね。やっぱりね、独身術が取れなかったっていうのがちょっと悲しいところではある。雷だけど、ちょっとここはコツを狙いに行く。なんかある、まず永瀬くんはコツを持ってない。武田くんとかもうチャンスもさよならも回収したしな。さっちゃん、あと何、リベンジとかなんかくれるけど、もう一回練習できるし、いや回収しましょうか。経験点になったけど、白号、試合はね勝ち進んでいかないと、渚ちゃんが金徳くんないかんね。やはりちょっとパワーヒッターが欲しい。最後のファール戦に備えてパワーヒッターが欲しいんだけど、コツなんかある、誰、雷はまだ早急とかね
打球伸びとかが残ってるからね。くれるかって言われたらちょっと怪しいところあるけど、最後の望みをかけていこう。送球、まあまあまあ、ここも鬼門なんだよね。ちょっとマジでファールとか打ちづらいから、ちょっとミートを上げよう。でパワーも A にしちゃおう。パワーヒッター直取りするだけのあれはないよな。ちょっと B にして、まあ、せっかく取ったから送球使って、ゲー安打製造機。あとはあんまり技術は使いたくない。上り竜はもう取らざるを得ないよね。先に取っとこう。ここで優勝ができればエピローグポイントは渚ちゃんとユッキーがくれるんで。お待たせいたしました。ただ0対0で迎える2回、やはり独身術が欲しい。倉持投げた、よし。ドリカーフとか超苦手なんだけど、うまくいったな。4回の裏天空攻撃に入ります。トップバッターはサークルチェンジはマジ嫌なんだよな。スプリングボールはボール、まずは低め第2球投げました。うわ、打ったライト線ぐーっと打球取りました。この1点を死守して、死守してくれ。6回です。バッターは倉持、どうかぶ第2球ただのカーブボール第3球を投げました。これはいったか、よし、広角打法あってよかった。広角打法もう1点欲しいよね。1点差は本当になんか怖い。倉持ここまで全打点を叩き出しています。投球これから2球目、よっしゃ。いやマジでこれ広角打法なかったら絶対行ってなかったよ。完全に振り遅れてたからな。いやまあでもなんとかなった。これもユッキーのおかげだ。そして120でかい。てかいつエビルは来るんだ。あ、これでも1位なしか。まあ、何回かは練習したけどね。ここでなんかコツくれたらね、かなりでかいんだけど。よしよしよし。でヒートアップ。窮地はね、サイリさんからもらったんで。経験ってそんないってないと思うんだよね。まあ9600か。まあ今のね時代はちょっと1万は超えたいよね、やっぱり経験点は。安打製造機重いけど取るしかない。であとはヒートアップ。まあ窮地さえ取ってあればそんなに重くはないね。で敏将、敏将やたら余ってんな。では守備範囲を広めますか。本当はだから守備職人とかさ、レーザービームとかも欲しいんだけど、そこまで回せないよね。だせっかく走塁を取ってあるので、まあ、1は掴んでおきますか。で補給もじゃあ A にしておいて、肩もまあ必要だよね。ちょっと A にしよう。であとはじゃあパワーヒッター直取ると一気に技術がなくなるな。ゲーでもパワーヒッター欲しいよな。技術を使わないのってなんかそうそうないからね。ムードとかレーザービーム技術使わない、あ使わないじゃねえよ。精神を使わないんだ。精神をちょっと吐きたいは吐きたいけど、逆境とかはだって取っちゃったからね。打開コブはだって守備で、守備っていうかあれかキャッチャーでしょ。一発逆転一走、実は24だけだもんな。やっぱりちょっとパワヒは直取りでも欲しい。ここから取れるものを取っていこう。でもムード、せっかくだから取れることだし。気分屋はもうガチでいらないでしょ。ラッキーセブンか。技術がマジでなくなるな。あーラッキーセブンと打開が取れそうだね。じゃあラッキーセブン取って打開が筋力足んねえわ。ちょっと待って、だったらちょっと守備を吐きたいから打開にしとこう。これであと送球がなんかしんねえけど取れる。送球取っとこう。
で、で、補給を上げときますか。ちょっと余っちゃったな。なんかある投手で。別にいらないけど。投手も取れ、投手180くらい使うからね。188か。まあこんなもんでしょう。S7。1、2、3、4、5、6、7、8。独身術が来れば9。天空中央はね、なかなかね、金徳吐き出してくれないからね。1個だよね。運が良くて2個。俺3つとか吐き出したことないんだけど、最高で3つ吐き出すんだよね。まあ最高で3つ吐き出して、かつハート回収して経験点1マフ超えれば、まあそこそこの選手は作れそうだけど、まあそれをやるにはだいぶ根気と運が必要になりそうなところですね。で、肝心の武田くん自体はまあ最後ね、体力は消耗しますけれども、あと伝説のさよなら男は確定っていうのと、まあ、多分確率は結構上がってるんじゃないですか、勝負し。もともとの確率が全然わかんないですけど。で、パワープロアプリの方だと確かこれ覚醒してたよね、今ちょっと思ったけど。武田くん、ちょっと待ってね、あれを開いてあるんで、ネットは。あ、そうだよね、覚醒してますね。で、覚醒だとタックが最高で20上がって、やる気がプラス 75% か。あー、なるほどなるほど、タック性能がかなり上がりますね。なので、まあ、覚醒すれば結構いいんじゃない、2つ金得取って。まあ勝負師とはいえ伝説のさよなら男があるからね。まあ、だからちょっと覚醒してから本領発揮しそうなところですね、武田くんは。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。